チャオセラネさんですさて今日の動画はですねえー、レスポンス動画っていうのかな昔 YouTube にあった動画レスポンスっていう機能を使っていろんな人に動画でレスを送ることができたんだけど今はできないみたいなんでまあそれに近いものを作ってみたやってみたそんな感じです はい。そんなわけで、今回は、まず、この動画を見る前に、見てほしい動画っていうものがあります。えー、下の概要欄の方に、動画の URL が貼ってあるから、先にそれを見てからお願いしますね。えー、ちなみに、その動画の URL はこれです。これ。これね。これ。はい。これこれこれ。この動画。はい。これ何かっていうと、えー、ディズニー梅チャンネルさんの動画になります。 梅、はい、さんの動画ですね。えー、っと、この動画の中で梅さんが言っているとあることに対して、まあ、感銘を受けたというか、あ、それってこういうことだよねっていう話をちょっと今日はしたいかなというふうに思ってます。よろしくお願いします。はい。で、この動画の中で梅さんが言っていたことの一つに、えー、裏メニューいろいろ探してるんだよみたいなことを、 え梅、ー、さんが言ってましたけど、それって実はこういうことなんだよって話です。はい。えー、今日の動画タイトルにもなってると思いますが、これですね。はい、ドンと。えー、キャストはですね、えー、これ、自分の力でできることは、えー、これね、これ、えー、キャストは自分の力でで,できることは、えー、極力叶えてくれます。 はいなんです、えー、これはもうあの会社がこういう方針でやってるということになっておりますので別になんら不思議なことはないと実はね実は、えー、まあまあ確かに、えー、来てるお客さんからしたらすげえ神対応だって思うことも多々あるかもしれませんが実はね実はこういうことを教育されて おりますはいなのであのー、これもしかしたらわ,わがままかなとかこんな質問とか投げかけたら迷惑かけちゃうかもなとか思うことがなんかあ,あってねあって遠慮しちゃうようなことまあみんなの中にもねそういうそういう経験とかしたことある人多いと思うんです。 ぜひ、この理念をもとに行動しておりますので、えー、わがままかなとか、申し訳ないかなとか思わずに、ぜひぜひ、えー、パークに来ている皆さん、ゲストですから、ね、主賓ですから、そこはわがまま言っちゃって、私はいいと思います。はい。あのー逆の立場にか 逆の立場で考えてみたときにこの、この行動理念があれば、ね、その人が動くことで可能な物事であれば、大体い叶っちゃいます。そう、ほとんど、ほとんど叶います。人の力でどうにかできることは大体やってくれます。なので、ぜひ遠慮なさらずに皆さん、えー、どんどんパークに行ったら、 わがまま言っちゃってみてください。できることは極力叶えてくれます。はい、そんな裏話でございました。えー、以上、本日の動画これにて終了、えー。お相手は私、セラネさんでした。ではまた次の動画でお会いいたしましょうね。さよなら。